アーク溶接溶接ロボットによるアーク溶接の様子アーク溶接とは空気中の放電現象を利用して同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接方法であるアーク溶接の用途は広く自動車、鉄道車両船、船舶、航空機、建築物、建設機械などあらゆる金属構造物に一般的に使われている母材は鉄鋼が多いが アルミニウムやチタンなど他の金属にも利用される。母材と呼ばれる溶接対象と電極を接触させて通電させた後、双方を引き離すと母材と電極の間にアークが発生する。発生したアークの温度は5、摂氏000度から20、摂氏000度程度あり、これを熱源とした高熱で母材と溶化材、あるいは 溶接棒を溶融させて一体化する接合法である。したがって、基本的に、アーク溶接の対象は、電気電動体のみである。電気溶接と言われることもあるが、このように呼ぶ場合は抵抗溶接も含まれる。ガスシールドアーク溶接の模式図1、溶接ワイヤー2、シールドガス3、ノズル4、電極5、アーク6、溶液打7、母材半自動溶接による高い先の、 多層性溶接多くの場合、アーク溶接は、電極の溶融の可否によって二つに大別される。電極が溶融し、溶滴となって母材に移行する、小脳電極式溶接と、電極は溶融せず溶化剤を溶融値に送り込み、母材へ溶かし込む、非小脳電極式溶接である。また、この二つの方式それぞれを、主にシールド方法で分類すると、以下のようになる。 ティグ溶接、ミグ溶接、マグ溶接、炭酸ガスアーク溶接では、溶接部を、アルゴニアヘリウム、二酸化炭素のガスで覆い、アークの安定化と溶融金属を、大気から保護していることから、ガスシールドアーク溶接と分類する場合がある。また、この目的で使用されるガスを、シールドガスと呼ぶ。ミグ溶接、マグ溶接、炭酸ガスアーク溶接は、 消耗電極式であるので、溶接設備の性質上溶化剤の連続供給が可能になっており、溶接の中では、スポット溶接と並び、最も自動化が進んでいる。ガスシールドアーク溶接では、進行方向にノズルを向けて、右利きなら右から左へ、左利きなら左から右へ進む方法を、前進法、逆に進行方向と反対にノズルを向けて進む。 方法を抗体法と呼び、用途や母材形状によって使い分けられている。なお、シールドガスに、ヘリウムやアルゴンなどの不活性ガスを用いる方式を、イナートガスアーク溶接という。被覆アーク溶接は、原理的に自動化ができずすべて手作業で行うので、手溶接、手棒溶接ということがあり、このように呼ぶ場合は被覆アーク溶接のことを指す。 被覆アーク溶接で使用する溶接棒は、金属芯線を被覆材と呼ばれる、数ミリメートル程度の厚さのある保護材で覆っている。溶接時に被覆材は、アークの高温によりガス化するので、溶接部は、シールドされた気中の窒素や酸素が、溶接部に混入するのを防止している。また、被覆材は、溶接金属に対し脱酸作用があり、スラグとなって、 ビードを保護することでビード形状の形成を整える働きもある。被覆アーク溶接での進行方向は右利きなら左から右へ、左利きなら右から左へ、いずれの場合も進行方向に対して5度から10度傾けて傾けた方向に進む。溶接機器によって連続的に溶化剤とシールドガスを供給し、さらにアーク長を一定に保って行われる溶接を 手棒溶接に対し半自動溶接という。前述の被覆アーク溶接は溶接棒を溶接材として使うが、この溶接棒は比較的短いためしばしば短くなった溶接棒を交換する必要があり、大量に溶接を行うには適していない。これに対し半自動アーク溶接では溶接材として非常に長いワイヤーを使うことにより、 連続して大量に溶接することを目的としたものである。半自動溶接はガスシールドアーク溶接なので風に弱く、屋外では使用しにくいので、主に工場内で使われる。アーク溶接において重要なことは適切な電流値を維持しつつ、溶接を連続して行うことである。しかし、電極の消耗や、 手作業の場合は作業者の手のブレなどで電極の位置が変わるとアークの長さが変化してしまいアークにかかる電圧が大きく変化する電圧が変化することで電流値が変化し安定した溶接を行うことが困難になるまた炭酸ガスアーク溶接のような半自動溶接に用いられる溶接機は電圧値と電流値を任意に選択する必要があり作業者は 光学的知見に基づいた適切な値を設定しなければならない。アーク通常の電気伝導体の場合、抵抗値は電圧値によらず一定であるとみなせるが、アークの場合は電圧が上下することによって抵抗値が大きく増減する。電圧が低い場合、渦のようにアークは短くなり、抵抗値が減る。逆に電圧が高い場合は、渦のようにアーク長は長くなり、 抵抗値は上がる。また、蒸気のような電圧値と電流値を設定できる溶接機において同じ電圧で電流値を上げた場合、渦のようにアーク長は短くなる。逆に同じ電圧で電流値を減らせば、渦のようにアーク長は長くなる。アーク中に流れる電流は電子が担っているので、電子の放出部分である陰極部の特性は、 アーク溶接にとって支配的な影響を及ぼす。アークの電気的特性は、電流、電圧の代償に大きく左右される。直流の場合、電流値が小さい場合は、アーク電圧は、不抵抗特性を示し、電流の増加に伴って減少する。電流が被覆アーク溶接に用いるような中程度の値の場合は、アーク電圧はほとんど変化せず、低電圧特性を示す。 炭酸ガスアーク溶接に用いるような大きな電流値の場合は上昇特性になり電流の増加に伴ってアーク電圧は増加する。交流の場合も平均化すると直流とほぼ同じような特性となるが交流であるがため瞬間における電圧は小電流、中電流、大電流における特性をそれぞれ示す。 電流値の政府が入れ替わるタイミングでアークは消滅と再転向を繰り返すので、交流電源装置の無負荷電圧は再点向時に必要な電圧を上回り、かつ無負荷電圧が電流よりも進んだ位相になるような特性が電源装置に要求される。アーク溶接に用いられる電源装置には条件により様々な形態が存在し、 それぞれ電流と電圧のコントロールの仕方が異なる。作業者は、これらの電源の特性と前述のアークの特性から、総合的に判断して、適切な電源の選択と操作を行う必要がある。スイカ特性とは、電流が増えると電圧が低下する特性を意味し、これは、内部抵抗値を持つ電池や、発電機など、一般的な電源の持つ性質である。 溶接中にアーク調が変化し、アーク電圧が変化しても、負荷電流値がほぼ一定なので溶化剤の溶ける量の変化がほとんど見られない特徴がある。スイカ特性電源は構造が単純で価格が安く、溶接電流があまり変化せず手作業でも安定した溶接が行えることから、被覆アーク溶接やサブマージアーク溶接などに採用される一方、 実際の溶接電流は、数数十 A 程度変化するので、母材の溶接部に、精密さや、緻密さが求められる場合は、用いることができない。また、交流の水化特性電源は、構造上直流より安定性に劣り、感電の危険性が他の電源より高い。蒸気の水化特性電源に存在する欠点や、電流値の変化が許容できない場合は、 低電流特性電源が用いられる。低電流特性電源は、アーク調が変化しても、出力電流が全く変化しない構造を持つ電源装置で、被覆アーク溶接の直流電源として採用されている。アークが安定しやすく、思考範囲も広くなるが、磁気武器と言われる不具合が発生しやすく、構造が複雑で価格が高いという面を持つ。 一部のティグ用溶接電源には、この機能が装備されている場合がある。半自動溶接において、トーチの操作は、手作業である。トーチ操作の多少のブレを許容しつつ、アーク長を一定に保つ機能を持つ電源に、低電圧特性を持つ電源がある。この電源に加え、溶化剤であるワイヤの供給を、低速送球方式にすることで、アークの長さを一定に保つことができる。 低電圧特性とは、負荷電流が増減しても、負荷電圧が一定となる性質のことである。この特性を持つ電源で、半自動溶接を行った場合、当地のブレによって引き起こされるアーク調の増減は、わずかな電圧変化として現れる。この電圧変化に対し、電流値は数十百数十 A の間で大きく、変動するが、電流値が変わったことにより、 溶接ワイヤの溶融量も大きく変化する。一方で、ワイヤの供給は低速で行われているため、わずかしか溶けない場合はワイヤが過剰に供給されるので、アークはすぐに縮み、逆に大量に溶ける場合は、ワイヤの供給が不足していることからアークはすぐに長くなる。この修正にかかる時間は非常に短く、これをアーク調の自己制御作用、または、 電源の自己制御特性という。なお、半自動アーク溶接では、電流の設定値はそのままワイヤーの送球速度になる。また、適正なアーク長となるように作業者が、アーク電圧を調節しなければならない。同じ電流値でもワイヤー径が細くなると、ワイヤーの溶融量が上がり、極部的なエリ熱が増大する。したがって、細いワイヤーほど、深く溶け込みやすい。 溶接棒や溶接ワイヤが溶けた溶融金属が母材上に移動することを溶滴移行という。この溶滴移行の様子は電圧、電流、シールドガス、溶接材の種類などによって著しく変化する。低電流の状態ではアーク熱により溶融した溶化材の先端部が溶融した母材に接触し、アークが消えるとともに、 溶化剤から母材へと流れるように溶融金属が移動する。これを短絡移行という。炭酸ガスアーク溶接における高電流の状態では溶融した溶化剤は大きな雫になって移行し一部の溶融金属が飛び散るなどの現象が生じる。これをグロビュール移行という。飛び散った溶融金属はスパッタといい溶接ビードの周りにこびりつき 溶接の外観を悪くする原因となる。しかし、うまくコントロールできれば、グロビュール以降は、高速な溶接ができるという長所がある。マグ溶接における、高電流の状態では、溶化剤から母材への溶接金属の移動が非常に、小さい雫の状態で行われる。これを、スプレー以降という。スプレー以降はスパッタが少ないため外観が良く、かつ溶け込みも深く、 能率も良い溶接ができる。アーク溶接中において溶融している金属と大気が接すると大量の窒素が金属の中に溶け込む。溶融金属が凝固するときにこの窒素が一気に積出し泡となってそのまま固まってしまう。この状態をブローホールといい、この状態になると溶接部分の機械的強度が著しく低下する。水を急速に凍らせると 炭酸ガスが積出して真っ白な氷になるが、これと同じ現象である。このような溶接欠陥を防ぐために、適切なガスを溶接中に吹きつけることで空気とアーク、あるいは空気と溶融値を遮断している。この時用いるガスは、シールドガスと呼ばれ、高温下であっても、化学的に活性な金属と反応しない、いわゆる不活性ガスであるヘリウムやアルゴン、あるいは、 活性ではあるが様々な要求によって実用化された二酸化炭素が用いられており、時には水素や酸素などを添加したシールドガスが使われる。日本では二酸化炭素を使った炭酸ガスアーク溶接が主流である。シールドガスはその名の通り応用金属を大気から保護する目的もあるが、アークそのものになるという重要な機能がある。アークとは、 プラズマの一種とも言え、気体が高温下で電離したものである。シールドガスがアーク化することによって電子が空中を移動することができるようになるので、アークは絶縁体である空気とは異なり電気を通す電動体であると言える。補足として、アークを気化した金属とする誤解が存在するが、前述の通り、アーク溶接におけるアークはガスが電離したものであるので、 これは誤りである。最初のアークは、最初に溶化剤が母材とスパークした瞬間に、その熱でシールドガスがプラズマ化することによって生じる。アークは電気を通すため、一度アークが生じるとアークを介して電気が流れるようになる。すると、アーク自体が発熱し、周囲のシールドガスをイオン化する。アークは、ある段階まで成長すると、一定の条件下で、 安定状態に入る。そのアークが、溶化剤や母材を溶融させていく。シールドガスはアークを保護するとともに、アークそのもののベースである。したがって、シールドガスの成分は、アークの状態を大きく左右し、さらに溶接の結果に、大きな影響を与える。特に二酸化炭素は、アークの特性を大きく変化させる物質である。 シールドガスに使われる物質は二酸化炭素、アルゴン、ついでヘリウム、水素、酸素などである。溶接法や溶接条件によって、これらを単体もしくは混合して用いる。また、米国ではヘリウムも比較的多く使用されている。アルゴンは空気中に含まれているので、沸点の違いを利用して液化した空気から生産される。しかし、 アルゴンと酸素は、沸点が近いので、分離が難しい。そのため、品質の悪いアルゴンガスを使用すると溶接のスラグが多くなり、血管が発生しやすい。加えて、アルゴンガスとヘリウムガスは、その作用が少し異なる。シールドガスのメーカーはこれらのガスを混ぜる比率を研究し、目的別に最適なシールドガスを販売している。例えば、 高速溶接のできるシールドガス、溶接品質を良くできるシールドガス、深い溶け込みの得られるシールドガスなどである。軟膏などの大量生産に用いられる溶接に用いるシールドガスとしては、アルゴンなどの不活性ガスは比較的高価で経済的ではない。また、不活性シールドガスは正常作用がないので、血管の原因になることがある。 これらを解決する一つの方法として考案されたものが炭酸ガスによるシールドである。CO2 は高熱で分解し酸素と一酸化炭素に分かれる。これが電離してプラズマとなりアークを形成する。一酸化炭素は鋼に対して還元性を示すが、酸素は酸化性、つまり鋼の性質を低下させる働きがある。このためシールドガスに 炭酸ガスを用いる場合は、溶接ワイヤーの中に脱酸化性の元素を添加しておく必要がある。これによって溶融打ち内には酸化マンガンや酸化ケイ素が発生するが、これらはブローホールとはなり得ず溶融打ち表面に浮き上がり、スラグを形成する。ただし、溶接条件によっては、溶接内部にスラグが入り込み、溶接欠陥を生じてしまうことも、 なので注意が必要である。また、CO2 が高温下で分解する際は、結果として、急激に体積が膨張し、さらにアークから熱量を奪うことになる。この時アークは、周囲から冷却されて、細く鋭くなり、狭い範囲に熱が集中しやすくなる。これを熱的ピンチ効果という。その結果、アークは、溶滴を包まず、 溶滴の下場より発生する。するとローレンツ力により溶滴が持ち上げられ、溶滴は大きく成長した後、溶融地に移行する。この間もアークは、途切れることなく発生し続けているので、微熱の関係上母体に深い溶け込みができやすく、かつ早い溶接が可能になり、溶接対象物への熱影響が少なくなる。これらの現象は、溶接に対して、 スパッタの発生が多くなることや溶接欠陥、外観を悪くするという悪い要素と溶け込みが深く熱影響が少なく早い溶接ができるという良い要素を与える。なお、イオン化傾向の強いアルミニウムのような金属の溶接において CO2 はシールドガスとして適していない。発生した酸素に対して添加剤が機能できず、 還元できないためである。蒸気のように CO2 は活性であるがゆえに、溶接中はアルゴンガスなどに比べて複雑な状態となるので、使用に際しては十分な知識と技量が必要になる。目的によってアルゴンガスと使い分け、あるいは併用することが推奨される。二酸化炭素でシールドする溶接を炭酸ガスアーク溶接と呼ぶ一方、 二酸化炭素とアルゴンガス両方を利用する溶接法があり、これを混合ガスマグ溶接という。CO2 が20%、アルゴンが80%の比率のシールドガスは混合ガスマグ溶接における標準ガスとして使用されている。突合接ぎ手をアーク溶接で接合した時の熱影響の模式図。最も濃い部分が溶接、ビード。 金属を一部分だけ加熱し冷却すると歪む。そのため溶接を行うと溶接された部材は歪んでしまう。金属を一部分だけ加熱すると当然その部分は膨張する。しかし周囲は冷えたままなのである。すると膨張した部分は周囲から圧縮を受ける形になる。その結果、加熱された部分は冷えたままのところより柔らかいので、 加熱された部分は縮む方向に、蘇生変形することになる。さらに、この一部分だけ加熱した金属を常温まで冷却すると、加熱を受けた部分は、元の体積より小さくなり、周囲を強烈な力で引っ張ることになる。この結果、製品全体が歪む。また加熱を受けた部分の周囲には強い引っ張り応力が、残る。これを、残留応力といい。 最終的な製品の強度に影響する。溶接の周囲では、母材の組織の変化が発生する。金属は規格ごとに結晶構造や化学組成が決められているが、溶接のように急激な加熱と冷却をしてしまうと、これらの結晶構造や化学組成が変化する。FEC 状態図炭素量と温度により、鉄は様々な組織となる。 アーク溶接の主たる対象材料は鉄鋼である。渦は FEC 状態図といい、縦軸が温度、横軸が炭素量となっている。鉄鋼は温度と炭素量により相変化を起こし、物理的特性の違う組織に変化する。渦は十分に冷却時間をとった場合の鉄鋼の相変化を表している。 溶接の場合は急激な温度変化を伴うため、渦に示される相変化を激しく遷移し、加熱と冷却の仕方によって様々な組織に変化する。そのため一口に鉄鋼といっても様々な種類があり、アーク溶接に適さない種類の鉄鋼もある。また、溶接可能な鉄鋼でも、溶接するにあたって特別な処理が必要となるものもある。 このような溶接に対する材料の性質を溶接性という一般的に硬い材料ほど溶接しにくい鉄をアーク溶接すると溶融部は液層から急激に片相に移行し急激に冷却されることになるまた溶接周辺部も急激な加熱の後急激な冷却を受けることになる鉄はこれらの熱影響によって成分や 結晶構造が変化し、鉄の種類によっては、強度が不足したり、変形したり、亀裂が生じたりする。鋼材を、ある程度まで熱してから急激に冷却すると、いわゆる焼きの入った状態になって、効果を起こす。鋼材には、炭素が含まれているためで、この炭素が鉄と化学反応を起こしたり、結晶構造を変化させるなど結果として効果が起きる。 鉄鋼が硬くなると脆くなるため機械的強度が低下することがある。そのため一般に炭素が少ない鋼材の方が溶接性が良いとされる。鉄を硬化させる物質は炭素だけではなくマンガンやシリコンなども硬化の原因となる。これらの物質の影響を炭素の影響に換算したものを炭素投量という。アークの陰極側から電子が飛び出すのは溶けた。 溶接母材表面のスラグと呼ばれる酸化物層に浮かぶ陰極点と呼ばれる部分からである。鉄はアルミやチタンと異なり、表面を酸化膜が覆うことはほとんどないため、アークの電流を安定的に流すためには、チタン酸化物のルチールを含むフラックスを使用する。アルミ、シリコン、マンガンなどの酸化物より、チタンの酸化物は電気をよく通す。 両導体であるためである。溶接ワイヤにもチタンが加えられる。鋼鉄の溶接時のシールドガスに炭酸ガスを用いたり、アルゴンガスに少量の酸素を加えるのは酸化物の形成を促進させるためである。また、溶接ワイヤ表面にチタン酸化物を塗布することで溶滴を小さくしている。溶液酸化物が溶滴の表面を薄く覆うことで、 表面張力が下がり、溶接ワイヤから小さな粒の状態で、溶接母材表面へ飛んでいくためである。自動車鋼板などでの薄板の溶接では、チタン酸化物を塗布せず、大きな溶滴によって、ワイヤと母材を直接接触させ短絡させることで、アークが薄い鋼板を突き抜けないようにしている。チタン酸化物が溶接部位に溶け込むが、このチタン鉱部分の結晶構造は、 チタン酸化物が核となって生じる結晶粒が数マイクロメートル以下で微細となり、その人性も良好となる。溶接部位に含まれる酸化物は鋼鉄母材の10倍程度となるが、強度等ではむしろ優れたものとなる。軟鋼炭素が0.25%以下の焼き入れ効果が無視できる鋼材を軟鋼という。最も一般的な鋼材で引っ張り強度は400。 ニュートンマイメートル平方メートル程度である。低炭素鋼、普通鋼などとも言う。ジス規格では、一般構造用圧縁鋼材の SS400 という、鉄鋼が、難鋼に相当するが、ジス規格では、リント用の成分のみが規定されており、炭素や他の成分は規定されていない。従って、メーカーやロットによっては、同じ SS400 でも溶接に適さないものもある。 そのため溶接用に規定された軟鋼としては、SM 材と SN 材が規定されている。SN 材は特に建築用として規定された材料で、大地震などで十分な強度が得られるように、成分調整と検査が義務付けられた鋼材である。軟鋼は特に溶接性の悪い材料ではないが、比較的柔らかい鋼材のため、溶接量が多いと大きな歪みが生じる。 そのため形状によっては縮み台や逆歪み、冷却などの対策が必要になる。余談だが、日本では鉄と鋼は一色多にされているが、日本以外では全く違う物質として認識する地域もある。日本の SS400 だと企画上、国によっては鋼として分類されずに、屑鉄同然の見方をされることがある。 高張力鋼高張力鋼とは実に規定された鉄鋼で490ニュートンマイメートル平方メートル以上の一般構造用鉄鋼を言う溶接性、切り欠き人性などに配慮することも実に規定されている溶接性も規格に入っているため溶接性は悪くないが硬いため形状と溶接量によっては亀裂が生じる場合もある また、難鋼に比べると炭素が多いため、焼き入れ性が強く、アーク溶接を行うと多かれ少なかれ焼き入れ効果を起こす。強度的な問題が生じる場合は、予熱や後熱処理などが必要となる。TMCP 抗炭素や合金を少なくし、溶接しやすい、高張力鋼とするため、普通の圧延鋼板よりも低い温度で精密に、温度制御しつつ圧延した鋼材である。 組織が微細なため炭素等量が少なくても普通の圧縁後半並みの強度がある。炭素等量が少ないので熱影響部の効果及び切り欠き人性の低下が少なく溶接性は良好である。TMCP 以降は溶接用に開発された素材だが他にも様々な鋼材が溶接用に開発されている。特に低温に強いものや高温に強いもの。 サビに強いものなど目的に応じたものがある。溶接継手の形状接合する母材と母材の配置の仕方には多くの種類がある。用途により使い分ける。その一部を渦に示す。付き合わせ継手て買い先継手重ね継手隅墨にくっつぎいずれの溶接も二つの材料に均等に熱を加えることが基本であり、断面方向の狙い角度が要である。誤った溶接法。 溶接材料を適用したり、母材に与える熱量が過大または過小であった場合、期待する強度が得られず部材が破断する。付き合わせすぎては、別名、バット溶接とか、アイバットなどという。アーク溶接の場合、ぴったりくっついた付き合わせすぎては思考しにくい。そのため、裏金という薄いプレートを裏側につけ、突合せの間隔を板厚以上に取るのが普通である。 開先継ぎ手は溶接しやすいのだが、開先を作るための加工コストが必要になる。また、図のような両開先継ぎ手の場合、母材の薄い部分が溶け落ちてしまうため、裏金を使うのが普通である。重ね継ぎ手、墨肉継ぎ手は中厚板の溶接で、最も一般的な溶接である。墨はないが、片側開先の墨肉継ぎ手も多い。 まっすぐ連続して、ビードを置くことをと呼ぶ、ストレートビードと呼び比較的薄い材料に適している。また、進行方向に対して、振幅を与えつつ進んでおいたビードを、ウィービングビードと呼び多層性溶接などの比較的厚い板に適しているではなく、ウィービングが正しい故障であり、縫い合わせるようにという意味である。文字通り二つの板を縫い合わせるように進行する。 国際標準化機構では溶接作業は、作業後の製品の試験、検査では、工程の結果が十分に検証できず、事前の作業の認証を必要とする特殊工程に位置づけられている。溶接作業の技能資格も、国際規格化が進んでおり、国際溶接エンジニア、国際溶接テクノロジスト、国際溶接スペシャリスト、国際溶接プラクティショナーといった。 国際溶接技術者の資格がある。アーク溶接は強烈な紫外線を発生する。その強さは、アークから50センチメートル離れた皮膚に数秒間アーク光をさらしただけで炎症を起こすほどであり、日光の日ではない。長時間アーク光にさらした場合、火傷、水ぶくれ、シミなどの症状が発生する。何度も至近距離で強烈なアーク光に皮膚をさらすと、 最悪皮膚癌に至る場合もある。通常、溶接の光では日焼けと同じような炎症を、起こし皮が向けるものの、小麦色の肌にはならない。裸眼でアーク光を見た場合、電光性眼炎という目の炎症を起こす。何度も電光性眼炎になると、視力の低下や、最悪の場合、失明に至る。このほかアーク溶接によって発生する、紫外線は、波長が短く、 空気中に含まれる酸素分子をオゾンに変化させる。オゾンは酸化力が強く、生体にも打撃を与える。また金属ヒュームという酸化鉄からなる煙を発生し、大量に吸った場合、金属ヒューム熱や人肺などの深刻な病気の原因となる。ヒュームには一酸化炭素やオゾンも混ざっており、換気には十分注意しなければならない。 強力な紫外線を避けるため、アーク溶接作業には長袖、長ズボンの作業服、溶接面、革手袋が必須である。さらに、ヒュームを避けるために、防塵マスクが必須である。また必要に応じて安全靴、スパッツ、厚手の耐熱エプロン、ヘルメット、ゴーグルなどを着用しなければならない。さらに場合によっては、ワセリニア熱やけ防止クリームなどの表皮保護剤を、 顔面や首胸部周囲などに事前と付しておくことが望ましい。また、溶接作業者の更衣室、休憩室などには衣服についた粉塵を吸い取る装置や空気清浄機などを設置することが望ましい。日本では、労働安全衛生法の規定により、事業主は従業員をアーク溶接に従事させるには、アーク溶接作業者の特別教育を受けさせなければ、 ならない。ありがとうございます。